いや、いろいろありましたけれども、はい、パスラボどうしたの、パスラボどうしたのって聞かれてた。誰がどう喧嘩して どうなんですか。離れるメンバー名前は出さなくて離れたんですけど。え、いつっすか。あ、やっぱ知らない。知らない大学生のメンバーとかも今十何人いる、うん、すぐスクショされて、すぐ叩かれてじゃあ予備高校生ないってことですか。綺麗事だけではうまくいかないところはいっぱいあるので。で始まりました、もちゃチャンネル。さあ、これおめちゃくちゃ久しぶりの、めちゃめちゃ久しぶりです。はい、さあ、みすばらさんにおいでいただきまして、よろしくお願いします。パスラボのうさみです。はい、はい、いやパスラボ解散して大変でしたね。なんでです、解散してないっすいや、本当に、いや、いろいろありましたけれども、はい、まあ、本当新生パスラボということで。そうですね、メンバー変わってますから。メンバー変わってますね。はい、多分ね、知らない人がほとんどだと思うので、一体何変わったんだろうまあ、ちょこちょこね、パスラボどうしたの、パスラボどうしたのって聞かれてたんですけど、あ、本当なんで僕にって思いながらもでも特にね、鈴木貫太郎がしょっちゅう聞いてきて。貫太郎さんだけど LINE してたの、ちょっとそれこそそうだったね、またお会いしたいですね。あ、いや、一体何があったのかと。まあ、結構休止も長かったですもんね。はいはい、そうですね、6月に1回ちょっと休止して、うん、まあ、復活したのが9月、はい、3ヶ月ぐらいありました。そうですね、いろんなこう理由というかありまして、はい、まあ、簡単に言うと、まあ、メンバーがやっぱり就職とかで抜けたっていうのもあれば、はいはい、逆に就職じゃなく抜けたっていうのもあれば、うん、がっつり関わるメンバーもいたりとかで、方向性をみんなでこう決めたっていうのがあの3ヶ月の、うん、なるほど。じゃあまず皆さんの中でパスラボのメンバーっていうと、どこの時点でのメンバーになります。なんだこのモーニング娘。そうですね、4人基本的に4人がパスラボっていうイメージが多いんですよね。はい、帰ったじゃないですか。はいはい、新たに。そうですね、研修生ですか。研修生、いや、実際ヨスケとか彼も元々パスラボ始めた時は4人だったんですけど、はい、初めて1年経った時に、まあ、元々視聴者で、はい、それでっていう大学生が結構実はいるんですよね、うん、東大生の。でその中でももうより関わりたいっていうことで、うん、こう裏方としても今も活動してくれてるっていう。そうで、こう5人体制になってたっていう。そうですね、そうです、マックスで言うとそうですね。はい、でその後誰がと喧嘩して。喧嘩じゃないですけどいや、ざっくり言うとやっぱりその YouTube っていうことを3年間やってきて、はい、今後やっぱり僕と、まあ、特に熊田とか、まあ、公教育と関わりたいよねって話をしてたんですよね。はい、つまり学校現場で実際リアルで何か関われないかなっていうところをしてた時に、実際公教育に今やりたいっていう人もいれば、まあ、そんなに別に興味はないっていう人もいたりとか、はい、でなった時にそれぞれのこう道がやっぱりあってもいいんじゃないかと思って、うん、そうですね、で、まあ、みんなでこう話し合って、一旦、まあ、離れるメンバーもいればがっつりやるメンバーもいる、うん、どうなんですか。離れるメンバー名前は出さなくて離れたんですけど。あ、そうですね、アイダモンとカナイは離れてますけど、す、ね、けど全然ご飯とかも行けるんで。ああ、そうなんですね。そうですね、本当に別に喧嘩して別れとかではないですね。まあ、アイダマンに関してはもともとね、まあ、卒業したらどうするんだみたいな話はね、だいぶ前から出てましたからね。はい、カナイもね、カナイに関しては今それこそ、まあ、YouTube 関連のところに実は行ってて、はいはい、またどっかのタイミングでそのいろんな知識を蓄えた上で戻ってきてほしいなっていうのはあります。おー、なるほどなるほど。まだちょっとカナイにはがっつりは話してないですけど、おー、はいはいはい、でお互いに成長してどっかのタイミングで何かかけたらいいかなって。だからアイダマンとカーナイとはご飯食べに行ってたんで僕。あ、本当っすか。はい、あカナイはと知ってたんですよ。え、カナイは何回か、はい、そうですけど、カナイとアイダマンと僕3人で食べて。え、いつっすか。あ、やっぱ知らない。知らない。え、僕カナイと2人きりは知ってるんですけど、まあ、まあちょっと方向性でっていう話をしてたんで、どうしたらいいかみたいな。いや、ほんとそうだって、実際に6月に休止しましたけど、6月の前ぐらいから、まあ、12月1月ぐらいからいろいろなことを話したりしてて、うん、大変なんですよ YouTube チャンネル運営するって。ほんと本当に大変なんですよ。そして、うん、まあ、これも教育系の定めというか、日本でのですね、はい、本当にお金の匂い出してはいけないっていう暗黙の了解みたいなのがあって、そのせいで稼ぐことができないし、なんか稼ぐみたいなのを出すと叩かれるみたいなので、うん、だやるのが大変。そうですね。そしてなんといってもそうですね、この一旦離れた視聴者なかなか戻ってこない、教育系は。あ、確かにそうですね、賞味期限がある感じはしますよね。日本はチャンネル登録されづらく、チャンネル解除がされやすいっていう。なんか言ってましたよね、はい、どっかの
動画か何かでアメリカと比べて、そう比べて他の国と比べてそういう傾向があるので、うん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 、でそうなると教育系たちには非常にやりづらい。そうですよね。プラスでねエンタメが強いですから、うんうんうん、継続的にたくさん見てもらえないそうですよ、ね、っていうので支えていくのが大変なんで、当たり前ですけど皆さん暮らせないですからボランティアじゃないですから、うん、しかもやっぱ特にチームとかになると本当にそこは思うんですよ。そうです。だからもう個人でとかだったらまだこう自由にやれますけれども、そうですね、僕は個人だからそんなに困らないですけど、だからユーテラ、まあ、ただ呼びなんてなんでも当然チームだったから大変なことになり、はいはいでユーテラはクラウドファンディングがあるので、あ、はいはい、成り立つんですよ。クラウドファンディングなきゃ成り立たないですから。いやけど正直本当にそういうの必要ですよね。大変じゃないですか、クラウドファンディングって言ったらまたおやっぱそうその本当バランスというか、それこそやっぱり YouTube だけで完全にっていうのも難しいですよね。難しい。そして当然ね、子供たち向けのチャンネルですから子供たちはお金ないですから。そうですよね、払えないし、うんうん、はい、このサービス売ります、この商品売ります、高いそりゃ子供たちにとっては何でも高いです、はい、まあ、もう季節パーカーも高い売ってましたよね。うまいやり方とかないんですか。僕も今結構思ってるのが、はい、YouTube っていうのは一つありますけど、例えば僕としてはその今学校さんと今こういろいろ関わりをしてた時に、はいはい、学校さんでまあ授業をしたりとか、うん、授業以外に座談会みたいな感じで一緒に東大生と勉強の相談みたいなのしてるんですけれども、はいはい、その場合って基本その学校さんからお金をいただいてるわけじゃないですか、はい、そうですね、子供たちのためになるんだけれどもお金出すところはまた違うっていうところは、うん、それ開拓していかないと難しいな。そうですね。ちなみに森哲さんとその学校さんとの関わりってどういうつながり直で来るのか。僕は所属してるんで、もうでだから普通の予備校は辞めるけど、うんうん、学校は行ってみたいんで僕は。あ、確かに分かる。どういう状況なのかっていうのは見たいんで、それは引き受けてるんですね。じゃあ森哲さんって実際にいろんなところに所属してるじゃないですか。個人もそうだけど武田塾もそうですし、うん、英語グループもそうだし、あとユーテラは個人でやってる。まあ一応早稲田合格塾の講師なんで。はいはいはい。じゃああと何個かあるんですか、もう所属。でも武田塾、武田塾イングリッシュは別会社なんで、武田塾イングリッシュで武田塾のオーナーやってますね。ああ、確かにね。オーナー参考者で4校目買ったんで4校舎、うん、で早稲田合格塾の講師、はい、であのオンラインの塾ベーシス、あ、はいはいはい、5つやってて、で高校派遣はその当時にいる時からやってるんで、うんうんうん、まあ、この6つと、まあ、あとは著者としてね印税がいっぱいありますから。もう正直森哲さんってじゃあ自分の会社とかはあるけれども社員みたいなのはいないって。あ、います、います、います。あ、います。あ、そこ YouTube 忘れてた。あ、そう一番大事なんいや、それぞれ校舎長って社員じゃなきゃいけないんで。あ、そっかそっか、オーナーは確かにそうですね、うん、それぞれの校舎に社員が働いてます。え、実際森哲さんの中で業務としては何が一番忙しいんですか。編集相変わらず、相変わらず編集が圧倒的に一番忙しいで、まあ、いい意味でこうパスラボってすごくありがたいことが大きくなっていって、うんうん、最初それこそパスラボ始めた時はくまたんとかはもう大学1年生ですから。そうですね。家内も家内でまだ学生ですし、うん、全学生の中で始めて、でやっぱりみんなこう卒業だったりとか、まあ、そうですね。でまあまあ大きくなっていきましたよね、うん、だから本当にいろんなこうお仕事とかありがたいことにオファーは受けるんですけど、うん、やっぱりどれを選択してどれを捨てるのかっていうのもちゃんと考えないと。いや大変だと思う。それ本当にだってグループだとそれぞれね毎回毎回決めていかなきゃいけないっていうのは、それは大変だと思います。そうですね。けどなんかいい意味でいろんなことがあった上で、くまたんとかは今まあがっつり働いてるってことになって、はい、今も学校さんとのお仕事だったりとか、うん、であとはその大学生のメンバーとかも今十何人いるんですけども、うん、彼らももう一緒にそれぞれがやりたいことあるんで、うん、そこをみんなでこう企画出し合ってもらって、うん、もうやっていこうというところで、まあある意味でチームの結束力っていうのはまあ高まったのかなってのは思いますね、うん、問題はどう支えていくかがそのチームのメンバーを。そうですよね。実際なんか教育系 YouTuber でチームの人っているんかなと思った時に、はいはい、チームの場合って基本どこかの会社がスポンサーじゃないですか、ついてるじゃないですか、はいはいはい、そうですね。武田塾学びズム、まあ、後ろに会社がありますからね。そうなっていった時にいい意味でそのチームの良さっていうところも活かせる一方で、確かに運営はすごく難しいなっていうのは。そうですね、運営会社がないと。けどそこになんか会社がついちゃうとまたつくで、一番理想なのは同じこう業種の会社がつくっていうよりは何か違う
用紙のスポンサーじゃないですか、うん、ああなるほど。まあそうですね、色ついちゃうとね企業案件もできなくなるし。今それこそ僕はそのこういうのをやりたいってなった中に、まあ教材だったり参考書だったりっていうのを逆にいろんな企業さんに提案とかもしてもいいんじゃないかなと思って。なるほど。ずっとこう YouTube で基本待ちじゃないですか、うん、そうですね。けど何か提案してこう使わせてくださいみたいな形とか、まあそれは結構なんか新しい形としてありなんじゃないかなと、うん、なるほどなるほど。そしてなんといってもね、授業なんでね、これが大変だと思いますよ、はいはいはい。まあ、キャストダイスもチームですけど、うんうんうん、別に授業するわけじゃないんで。確かにそうですよね。だから授業をするってなると大変さはまた増しますからね。じゃあ教育 YouTuber のその難易度ランキングみたいな感じだと。授業は難易度が高いっていうか、まあご存知の通り炎上しやすいんでね。そうですね。確かに。だからなんといってもいろんな批判が来やすい、うん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 、特に先生と呼ばれる人いっぱいいるんで世の中に。そうですね、まあ、英語と数学なんて数がとんでもなくいるのでだからもう批判は殺到しやすい状況ですからね、うん、そうですね。まあ本当にそれも踏まえて結構昔から、まあ、今で言うとファクトチェックじゃないですけど、はいはい、ミスのチェックは相当やるようにはもしてますし、はあはあ、まあけどその分やっぱ労力もそうですね。そうだから大変なんですよマジでやり玉にあげられちゃうじゃないか、すぐスクショされてすぐ叩かれてよくあるあのツイッターでする形です。やりたいっていう気持ちは分かるよ、分かるけれどもなんかね反対側ができないわけじゃないですか、こっち側はできない、あーはいはいはい、はい、表に出てないから同じその立場じゃない、そうそう同じ状況じゃないので、まあもちろんね映像授業やってるって一般の人が見れる先生たちだったら違うけど、そういうのもやってない人たちがそうやってやる、やりたい気持ちは分かるけどでもっていう感じかな。それでこっち側はそっちの授業って言えないのになっていうのはまあまあしょうがないっちゃしょうがないけどけどなんかいい意味で僕それこそ将来的になんかこういうのをやりたいなっていうところの一つとして、やっぱ予備校の先生方とか学校の先生方とか、うん、垣根を越えていいんじゃないかなと思って、はいはいはい、なんかその YouTube は例えば YouTube 学校の先生学校の先生、うん、塾は塾だとクローズドすぎてそれこそなんか批判的に見ちゃうじゃないですか、はい、そうですね。けどそうじゃなくてもっとなんかお互いにそれこそいろいろ授業を見合ってとか、うん、そういう感じにしたらそれこそやっぱ目的としては教育になるので、うん、子どもたちからするとなんかより良い教育っていうところでは、でね、うん、いやー実現しないそれどこが一番ネックだと思いますか。いや それぞれのプライドが高すぎる。あーなるほどなるほど、うん、無理でしょ今の段階では。いややっとまあ崩しましたよこれが確かにそれはもう森手さんの一番の役割です。それでね入ってきた予備高校生いっぱいいますし、授業を始めた予備高校生でもまあうまくいかないから当然 YouTube っていう土台じゃ予備校の人たちはどうだこれだけ俺はすごいんだと思って YouTube に行ってもうまくいかない。世界が違いますから。 YouTuber たちが予備校に例えば行ったとしても絶対うまくいかない。うーん、まあ、最初の客集めとかは絶対大丈夫だと思う人もいますけど、 うまくいかないし、それぞれがうまくいかない。予備校講師が学校に派遣されてても、はい、人気が出る先生もいればマジで人気ない人もいっぱいいますから。あ、本当っすか。おじいちゃんたちが言っても無理なんですよ。学校って正直一番大事なのって授業の中身よりモチベーターみたいなところじゃないですか。確かにそれは誰でもできるかっていうともうそうじゃないですか、ね、だから若手の方が上手いのに授業も上手いし、うん、楽しませられるしモチベーションも上げられるけれどもチャンスがないっていう、あ、そういう状況でそれを変えたいってやってるんですけど、まあなかなか変わらない。やっぱりその学校に派遣されるっていうとやっぱその若手か、それこそ予備校会の若手の人って分かっていい何いや予備校会の若手の、はい、まあ、先生ってとか何歳までが若手っていうのか分かんないですけど、いやもう完全に40後半までが若手になってきてるんで、芸人の世界じゃないですか。そう同じですよマジで。マジで意味分からんと、40の後半に入った人たちまでついに若手って呼ばれてる一体いつ中堅がやってくるんだよみたいなね状況になってますね今見ると。なんかそうなった時にそれこそなんかチャンスを自分から掴まないといけないじゃないですか、うん、その掴むために、まあ、YouTube とか学校とかって僕はあるんじゃないかなと思って。そうそうそう、あると思いますけど、まあ、学校もでもクローズドだからなかなか難しいですけど、そう YouTube は全然ありだと思うんですけどなかなかうまくいかない。ただやればいいってもんじゃないんで、そのプライドを持ってやってしまうとできないですね。じゃあ本当にそう考えると結構逆に教育系 YouTuber ってそのプライドはあんまないじゃないですか。
か、はい、だからなんかいい意味でこう肝は据わってると言いますか、うんうんまあ、どんなに何か批判にされたとしても、まあ、強い意志を持って継続してる方が、ね、そうですね、そうなって今後どうなっていくか、うんまあ、ただ YouTube 自体はもう全体が伸びにくい、まあ、だ芸能人たちがプライドが高くてなかなか YouTube に最初入ってこなかった、はいはい、そうですね。でも今はもうプライド捨てて入ってきて、ね、ドカンドカンドカンと素人たちをなぎ倒しいろんな YouTuber たちをオワコンにしていきっていう状況になってますから、それって教育系でも起きるんですか？僕なんか教育系 YouTuber で新しい人ってどういうのが出るんだろうなっていうのを考えた時に、うんうん、意外とその今の新しいって例えばショーツとか、うん、そういうんだったらありますけど、出てきますね、うん、そうです。ただなんかちゃんとした授業って形って来ないですね。なかなかだから伸びないし、マネタイズできないんで入ってこないっすよね。あ、それこそあの赤本チャンネルとかは授業じゃないですけど、はいはいはい、竹岡先生の回は結構伸びてるとかあるじゃないですか。そうそうそう、あの辺も授業できないんでね、その契約上できませんかね。じゃあそう考えると、じゃあ教育系って次の世代といいますか、はい、じゃあ予備高校生ないってことですね。なかなかないけど、まあ僕を見て入るぞみたいに来たけど、ただ予備見たら授業って伸びないんだ確かに。だからまあそうですよね、伸ばそうとかその YouTube だけで稼ごうって思ったら難しい、うん、だから何か別に柱がある人が、そうそうそうなると、もうそれの宣伝のためにっていう形で入ってくることになるかなと思います。森哲さんって予備校から YouTube っていうその母体があるわけじゃないですか、はい、けど本当の YouTuber ってもう YouTube が最初じゃないですか、はい、で今僕結構楽しいのはやっぱり特にこう学校にお邪魔してとか、それこそ自治体さんと何かしてとか、何かそのリアルな現場で教えるっていうのはすごく僕は楽しくて、まあ面白いは面白いですね。まあ資格取ればいいんじゃないですか。いやそれも原理会計士、いや取ればいいじゃん。いやいやいや、全然資格、そうですよね。いや、もちろん資格とかは考えたことあるんですけど、なんか僕はそれこそいろんな垣根を壊したい派なんですよ。それこそ予備校講師だったら予備校って枠があるから自由にやっぱできない部分があるじゃないですか。で、もちろんそれは学校の先生もそうだと思ってて。けど、YouTuber ってどこからしても外部と言いますか。なのでそういったところで例えば学校の先生と YouTube を例えばつないで、別に授業するっていうよりは例えば何か対談して、まあ、それこそイベントを一緒にやったりとかで、うん、もっと学校の先生の知名度というか認知を広げていったりとか、え、現在は普通に授業動画を出してるんですかね。そうですね、まあ、数学なり、まあ、今は共通テスト近いので、はい、共通テスト関連だとか、ね、緑パック解いて、ああ、そうです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 、ライブやったりとか、はいはいはい、え、今後はどうやっていくんですか。今後はあのやっぱり今は大学生メンバーが結構いるんですよね、はい、で僕はその大学生によく伝えてるのは学びの恩送りをしてほしいって話をして、あ、はいはい、受験って基本的にその受験が終わるじゃないですか。終わって大学入ったら、まあ教育系やるとしてもただのバイトみたいな、はい、なっちゃうんですけど、彼らの経験したこととか思いとかってもう何よりも変えられないものだと思うんですよね、うん、そういうのをやっぱり全国の受験生とか高校生に発信していけるような活躍で場所を作ってあげたいなと思って、うん、3月以降はそういう多分パスラもガラッと変わると思ってて、まあ授業動画もちろんしますけれども、実際その大学生メンバーがこういろいろ活躍してるところを撮ったりとか、おいおい、あと学校現場でこういうこともやってますとか、リアルでも絵を撮っていくっていうのは、期待してください。そういうところを支える皆さんになってください、サポートを、ね、本当に綺麗事だけではうまくいかないところはいっぱいあるので、だから他にもいろいろ見てきてるので、僕は教育でうまくいってない、すごい子供たちも大満足、教えてる側も大満足、もう感動とかってなってもそこに利益がないので続けられないですよね。 それはね、見てて悲しいんですよ。スラボの方もやりがいがある仕事で、やる気のある人たち、その人たちがいてすごいものを作るんだけれども、お金がないから続かない。そうなんですよね。結局それでね、悪い人が来てやりがい搾取だけされてみたいな、そんなんになっちゃうことがあるんで、まあ教育業界は本当やりがい搾取みたいなところがすごく多いので、何か変えていけるような、ぜひ変えてあげてください。日本は本当にクラウドファンディングも炎上しやすいっていうの有名なんで、もう日本やりづらいですねそう考えると教育、そう本当にね、登録はされやすいんですよ海外は。教育系 YouTube だから別に再生数なんて全然もうパスラウェイもはるかに少ないので、もう海外だと100万超えなんかゴロッゴロです。そんなのも当たり前だぐらいにめちゃめちゃいっぱいいます。はあ、まあ、けど日本ならではできることってもしかしたらあるかもしれないので、そうですね、ぜひ。なんかつまんねえ登録解除じゃないです
そうじゃなくてみんなでじゃ支え合って、そうです、なんで教育 YouTuber、まあ、見ないけど登録はしとこうとそれでもいいの で僕は登録解除ってしないので一切、おあの もちろんバンになって消えちゃったチャンネルはしょうがないですけど教育系 YouTube を応援してあげてください、 YouTuber たちを応援してあげてください、よろしくお願いします。はい、ということで今回は、解散してソロになった、なんでですかぜひ今後の活躍を楽しみにしてください、はい、ということでした、ありがとうございました。